FPS のプレイヤーとかやっぱ上手い人めちゃくちゃいっぱいいるから、うん、イケメン寄りの人とか可愛い寄りの人が目立つんじゃないやっぱり。まあ、いやでもそう、うん、だからさ、そのプロにするんだったら、そのチームに入れるんだったら面もいい方がいいっていうのはまああるじゃん、選ぶ側としては。確かにね、うん、それはあるんじゃない。まあそうか、まあ、まあね、顔がいいといいわね。確かにね、何でも顔ってわけ本当にね。まあそれは多分何千年前からそうでしょうからね。まあね、確かにそうか。スケートならアンドテンション低いな。いやなんかね、顔って言われたらちょっと俺もうね、やる気なくなっちゃうからね。でもまあ個性的で、強引に褒めたなお前。強引に褒めたよね。まあそうだけど、うん、まあ、顔面白いですし。だからいいよ、パワー系、パワー系じゃない、パワパワー系だからな、確かに。パワー系フェイスだからね。うん、奇抜って言われたしな、今日もな、ロビンさんに。奇抜系でいきますわ、じゃあ。で、梅原さん、昔さ、お前さ、美男子って言われてたじゃん。うん。また、その美男子のおじさん、その、イケおじになるつもりあんの？そっち系で売る、売るっていうか。いや、それさすがにその、売るとかはないけど。うん、まあ、売るとかないけど。あった方がいいじゃん。今よりは絶対痩せた方がいいなと思ってはいるし、努力もしてるけど。うん。うん、てか努力してるんだ、じゃあやっぱ。今体重何キロぐらいあんの？そう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 。いや、ただね、なんかなんだろう、俺、例えばで言うと、うん、まあ、今もそうなんだけど、まあ、これ名残なんだけど、うん、若い時に、何歳ぐらいからかな、うん、多分22ぐらいから俺、ひげを、あごひげ、あったね。たんだけど、うん、それって、なんか顔が当時、ちょっと、なんか中性的って言われることが多くて、恥ずかしくて、男っぽい。ぽく見えるようにヒゲを伸ばしたんだよね。いや、今でも配信にサンちゃん頼むから梅さんのヒゲ剃るように言ってくれって結構きます、ね。そうなんだ。まあ、今はだからおじさんになっちゃったから、まあ、ちょっとあれかもしれないけど、若い時は本当にそれが嫌でってのあった。ちょ、今梅原の顔見に行くわ、ちょっと待って。どういう顔してんの？痩せます。痩せた梅さん、なんか、うん、あ、今痩せた？うん。あ、確かにちょっと痩せたな。いやいや、まあまあ、それはまあそうなんですけど。うん。今あさ顎ひげある？ある？ない？あるある、ちょっとある。あ、ちょっとあるか。いやでもね、いやないですよ、だから別に。でもさ、梅原ってやっぱ若い時みたいにそんな綺麗にしとこうとかないし。でワーキャー言われてほしいよ俺は。だからそれ別のやつでしょ。41だろうなって。41だよ。そこはもうだって格ゲーの看板として頑張ろう。そういう、まあ、そうだけど、もういいじゃない、40過ぎんだぜやって。けどいや、それはそうなんだよ。だけど、うん、梅原がワーキャー言われて、そのおこぼれもね、こっちに来るかもしれない。そうやっぱ梅原がやっぱ言ってもらうと、う、梅原がやっぱ人気になってもらわないと思って。そうしたらさ、隣にいるちょっとコクちゃんいいみたいな、その草薙剛的なね、そういう狙いでいけるから。草薙剛どんだけだと思ってんだよ。お前草薙剛なの？いや俺ずっとそのポジションで行きたいなと思って。まあちょっとね、そう、それはキムタクじゃないですよ、それはそれね。まあいや、まあキムタクではもう俺はキムタクじゃないんだ。それは若いやつの仕事だと俺は思うんだけどな、もしそれをやるんであればね、いいだろう、うん、そこは。まあまあいいんですけど、いやでも痩せたらどんな感じになるのかっていうのはちょっと興味あるけどね、今。あ、自分で、うん、だって顔の絶対ちょっと変わってるじゃん当時。確かに、うん、あ、まあ年相応のね、いや、痩せたらだいぶ渋くなると思うけどな。ちょっと待って、痩せる？俺もちょっとガチで痩せようかな、じゃあ。いや、コクは痩せたらもうキャラなくなるからな。いや、本当だよ、そう。どうする？俺がめちゃくちゃかっこよくなったら。バニラ。痩せたらバニラ、ただの。もう味がない。なんか、初期装備みたいになっちゃうから。無ですよ、あなた。そんなにデブ営業してたんだ、俺。だから、マイクラのなんか装備なしみたいな状態だから。だってもう出会った時からデブだからね。ああ、そうか。違う人になっちゃうから、完全に。結構痩せた時期あったやん。一回痩せたな。ああ、確かに。痩せた時期あった気がする。うん、ああ、でも確かにそうだよな。でも、俺が孫とかドグラみたいに痩せたらさ、すぐどうなんだろうね。いや、想像がつかんな。いや、マジで。つかないっていうか、うん、やだね、見たくないね、それは、ね。キャラ弱くね、マジで。弱いっていうか、なんかちょっともうやだよね。マジでやだね、そこまで。気持ち悪い。ああ、そうか。気持ち悪いな。あ、でもどうだろう、見慣れたら、ボンちゃんとかもだって、もう全然ね。かっこよくなったよね、シュッとして。そう。うん、あ、標準体型じゃない、痩せても。
で今太ってて気持ち悪いってよく言われるんだけど、痩せたらまた気持ち悪いって言われて、俺どうしたらいいんでしょ、ね、気持ち悪いって言われるんですか、どう転んでも気持ち悪いんだな、罪じゃんね、住んでんじゃねえか俺、別になんか、ね、もう40過ぎて見た目でどうこうとかないでしょ、まあでもね、やっぱりそうなんだけど、でもな、それもなんか甘えなのかなって思っちゃう時もあるしね、やっぱ人前に出る仕事だとそうなのかなと、そう、初対面で 85% 見た目でっていうもんね、外見でっていうから、その 85% って数字を初めて聞いたけど、そうなのってらしいよ、なんか本で読んだけど、なんかやっぱり最初は綺麗にしといた方が、まあまあ、まあ、第一印象がね、パッてなるから、だから梅原だけやっといてくれたら、あとね、それらは梅原さん、確かにファッションは気を使わないですか、なんかこういい服着てみる、いやてか、なんかその太った状態でなんか服に気を使おうって気にならないんだよね、あ、せめてなんか若い時ぐらい、まあ若い時に近いぐらい痩せないと、あ、服も別に何でもよくないみたいな、梅原かっこよくあってほしいよでも梅原な俺さ、あ、梅原分かった、梅原のさ、うん、ファッションちょっとなんとかしよう、お前さ、さすが興味なさすぎるじゃん。じゃあなんか、そう、ちょっとセンター、いや、じゃあ俺ね、やばかったのが、これ、海賊計画しようぜ。うん、洗濯機を回すのめんどくさがって、うん、替えのシャツと靴下とパンツがなくなったのね、完全に。うん、完全になくなったのね。うん、で俺、3日連続でその3点セットファミマに買いに行ったから、ファミマの服がマジで5着ぐらいあんだ。そのレベルだからね、俺。だからしようぜ、ちょっとなんか改造計画。靴を履くから始めます。そう、そう、靴を、そう、もうクロックス禁止。うん、ガチで。俺企画考えましたわ。はいはい。モデル梅さんにして、うん、俺とコクちゃんとケイスケさんと、まあ誰でも何人かで、それがいい、ね、服を選んで、梅さんに来てもらって、誰のセンスが一番いいかを。ちょっと待って、それは。それはちょっと俺だけ罰みたいになってるんですか。確かに。目覚めるかもしれないですよ、梅さん。いや別に、うん、そのなんていうか、その多分痩せてればそれは値段の高い、うん、まあ、例えばその高級ブランドの服とかってもう俺、まあ、うん、そんなの入んないけど、うん、たまに見ると、まあ、確かにかっこいいなとは思うよ、デザインとか思うんだ、自分が似合うかどうかは置いといて、うん、さ、そのさ、俺って普段今ユニクロと GU とファミマでしか買ってないから、それに比べればかっこいいよ、うん、確かに、あ、ごめん、うん、どう言ったらいいのか、でもまあなんか形とかさ、やっぱまあそれはある、無地しか着てないからさ、うん、でも太った用の人が着るね、なんかブランドとかもありますよ、いや太った人が着るブランドって俺何、いやあるある、結構何がいい、ユニクロと G はいいですけど、ファミマはちょっとやめましょうよ、ここに並べちゃダメだと思います、いやファミママジおしゃれだ、おしゃれなわけねえだろいやおしゃれだってファミマ、ファミマに服着てんの知らなかったんだけど確かにファミマに服着てんだっていう、そう、もしかしたらあれですか、あの真っ白い無地の肌着とパンツとかなんかそういう感じですか、いや、その肌着も売ってるんですけど、はい、T シャツも売ってるんですよ、これマジで、へえ、見たことないな、うん、それがおしゃれなの、かなりマジで5着ぐらい持ってる、いやでもね、そういうのでも多分痩せてスラッとしたらね、何でもかっこよく見えるって、まあ、確かにそうだね、それはそうなんだろうなと思う、まあ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 、まあ、そう、でもまあおじさんでさ、その痩せてんのもちょっとおかしいじゃん実際は、いやそうなんだ、だからちょうどいいさ、うん、あれがあると思うんだけど、うん、塩梅がね、だから今のちょうどいい塩梅のとこでなんかうまいこと着こなせるやつあるじゃん絶対、てかやっぱ梅原のちょっとだからファッションショーやりましょうこれは、めちゃくちゃ面白そうっすよね、てか俺らが決めたやつだとやだやだ、で本当にちゃんとしたその何あれ、うん、デザイナーっていうかその人にやってもらおうよ、ファッションコーディネート、あ、それも一番いいよ、よかったらもう買い取るみたいな、え、逆になんかみんなが選んだ方がいいわ、だったらまだ一応編自由編でできますよとりあえず、はい、その後まあ盛り上がったらハイブランド行ってもいいけど、え、もちろん俺らガチで選ぶんですよね、悪乗りとか一切しないですよね、梅原のために、イケオジになってもらうためにね、オッケーオッケー、いやちょっと待って、それは本当に嫌だな、その機会にはそれは嫌すぎるな、そんな高いハイブランド着なくても絶対かっこよくなれるから、うん、俺もファミマで服買ってみようかな、お前そっちが行くなよおい。ファミマで誰が一番おしゃれに、まあ、つとシャツしかない。そんな種類あるんだファミマって。ナイス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 。シャツしかない。